はい、どうも皆さんこんにちは。混ぜるの大好き、ゆうたです。そしてね、目の前に見えますのはね、こちらはね、前回動画で紹介しました特選マット、大クワガタ、平田クワガタ、幼虫専用なんて書いてありますけど、クワガタマットでございます。でね、こちらちょっとね、僕がメモってあるのが見えるかな。はい、これもね、前回ご紹介しましたクワガタショップ MD さんのね、 MD カブトマットベーシックってやつでございます。僕はね、マットをね、とにかく混ぜて使うのが大好きなんですよ。まあ混ぜて使うのにはいろいろ理由がありまして、まあマットってね、やっぱりね、こうロットによったら、まあちょっと発酵がちょっと浅かったりとか、水分が少なかったりとか、まあいろいろあるわけですよ。まあこれは長年ずっとね、続けて使っていればわかることなんですけど、やっぱりね、ロットムラっていうのは製造上しょうがないわけですね。夏場と冬場同じマット作れって言われても多分かなり難しいと思うんですよ。それでね、まあ二つを混ぜて使えばですね、ロットムラが、まあムラがね、分かりにくくなるよっていうのが一つ。で、あとはね、やっぱりいいマット、まあこれいいよねっていうマットをとにかく使い続けることは僕がいいと思ってます。まあ例えば新しく、まあ、使うにしてもね、まあ大量に購入すれば安いから、まあなんか50リットル買っちゃったとかってなると、使い方がちょっと今までとのものとね違う場合ってやっぱ使いにくいんですよ。いきなりね、新しいマットをこれだけ使おうってなった時に、手元に届いて使ってみないとね、ちょっと分かりにくいとこもあるので、なるべく種類は厳選したい。まあおかげで二つのマットをね、これ二つとも試していればですね、まあお互いに混ぜた時にも特性がね、分かりやすいというメリットが一つ。で、あとはね、やっぱりね、使うマットって種類少ない方がやっぱりお得なんですよ。例えば、カブトマットはもうこれ一本にしとく。で、カブトマットにこれ混ぜて、これの種類に使うみたいなことができればですね、多分、その分量とかもありますよね。一袋に対して二袋入れてみたりとか。そういうね、混ぜる分量を変えることで、いろんな種類に対応できるんじゃないか。この種類はちょっとこっち多い方がいいよねとか、不要質多い方がいいよねとか、いろいろあると思うんですけど、それをね、できるんじゃないかっていうのが、まあ一つ。まあこれに関してはね、まあカブトムシ全般で僕ずっとやってるんですけど、まあフジコンさんのディープフォレストっていう不要系のマットをですね、カブトマットにね、混ぜて使ってるんですよ。で、やっぱりカブトマットだけで育つ場合は、まあカブトマットのは基本的にですね、ヘラクレスが育つぐらい、やっぱ栄養価が高いわけですよ。まあだからカブトマットで育つものに関してはカブトマットでやってると。で、カブトマットで調子が悪い、まあ大きくなんないとか、劣化が早すぎてちょっとタイミングが合わないとかっていうのは、その不要質のマットを混ぜて、まあ栄養価を下げたりとかね。まああとは多分生物の種類が違いますから、まあそういうのを見極めたりして、まあ混ぜる分量変えたりして使ってるわけですよ。でもね、カブトムシに関してはですね、結構まあ種類限られますよね。まあ基本的にはまあ背菌床ベースだったり、まあ菌床ベースの栄養価が豊富な、まあヘラクレスなんかよく育つよみたいなマットがまあほとんどなわけです。まあ基本的にはその栄養価の高いカブトマットに、まあ栄養価の低めの、まあ優しいマットを混ぜて僕は使ってるんですけど、クワガタのマットってめちゃくちゃ多種多様なんですよ。で、調べていくと、まあ、平田クワガタとか大クワガタとか、まあ、他のね、僕がやってる二股クワガタとかにしても、まあ、このマット使ったら大きくなりますよとか、最初禁止使ってこのマットにした方がいいよとか、なんかいろいろあります。確かに。めちゃくちゃいろいろあるんですけど。まあ、それはね、多分、自分が経験していってですね、まあ、この種類はこういうやり方すればやっぱ大きくなるし、健全に育つよねっていうのはあると思うんですけど、何もわからない状態。もうね、初めて飼育する状態で、こうね、情報がこう、すごい交錯してるわけですね、僕の頭の中でも。ということで、まあ、リセットしましてね、原点に戻りまして、じゃあ、クワガタが食べれるマットって何なのっていうことで、基本的にね、カブトマットで育つよっていう種類は、僕正直カブトマットでやりたいんですよ。カブトムシとかがね、まあ、ヘラヘラとかがしっかり大きく育つマットで、そのまま使えるマットであればね、その種類に。基本的には、もうこのカブトマットで僕はやりたいわけです。まあ、多分栄養価も高いし、まあ、ちょっと劣化とかいろいろあると思うんですよ。ただね、やっぱりこのカブトマットって非常にね、栄養価が高いものが多くて、合わない種類はやっぱりあると思うんですよ。それにね、もうクワガタにはこれは間違いないよっていうマットを混ぜて、とりあえずね、ズボラな、まあ誰でも食べれるんじゃないのマットをね、作っていきたいと思います。ということで今日はね、この2つのマットを混ぜまして、まあ、今回に関しては、うちで育ってるムニスゼッチ二股とか、二股系のマットをね、まあ、作っていきたいと思います。まあ、本当はね、カブトマットだけでいけるならカブトマットだけがいいし、まあ、これでね、しっかり大きく育つなら本当はこれでもいいんですけど、まあ、ちょっとわかんないんで混ぜるという感じですね。虹色クワガタではね、成績出てます。まだ羽化はまだしてないんですけど、サナギまではね、もう確認できて、まあ、全く同じこの、あれでね、この配合でね。まあ、MD マットはまだ初めて使うんですけど、その前はね、デブロプロっていう、フジコンさんのマット使ったんですけど、そっちでね、しっかり育つことは確認できてるんで、まあ、きっとね、発酵マットでも育つクワガタの種類であれば、これはきっと使えるんじゃないかという感じですね。まあ、ただこれに関してはね、
いざいきなりやってみてもできないって種類があると思うんですよ。上手に育たないって種類あると思うんで、今回はね、まだ僕もまだ実験段階だと思うんですよ。しっかり育つのは間違いないんですけど、大きく育つかどうかはね、ちょっとわかんないですし、まあ健全に育つよねっていうマット作りの、まあ基礎として僕はこのカブトマットと、まあクワガタ用のマットを混ぜてですね、まあこれは基本的に何でも使えるんじゃないの、発酵マット食べれる種類は基本的にとりあえず何でもつけちゃうんじゃないのっていう体でちょっとね試していきたいと思いますので、今日はねこのマット混ぜてボトルに詰めていきたいと思います。はい、ということでね、早速ねヘムディマットから開けていきましょう。こちらのカブトマットはね、クワガタショップ MD さんのカブトマットベーシックってやつですね。多分ね、一番安いんじゃないかなと思います。で、うち結構ね、九州から近いので、送料もお得でね、一袋ね、640円ぐらいだったかな？ MD さんにはね、MD クワガタマットあるんですよ。はい。なんで、基本的に混ぜるのとかめんどくさいよとかっていう方はですね、まあ、MD クワガタマットガンガン使うんでそっち使いますっていう人はね、全然、そっちが正解だと思います。僕ね、やってるのは、多分ね、かなり、この飼育者さんの間でも邪道とされることだと思うんで、基本的にはね、安定した、クワガタを育てるならば、まあ、クワガタマットを多用するという感じの方が、基本的にはね、成果も出やすいんじゃないかと思います。まあ、僕はですね、ちょっとクワガタはそんなにいないんで、まとめ買いができないっていうのもあってですね。まあでも調子がいいのならばね、ちょっとまた今度クワガタマットをね、購入してみようかななんてね、思ったりもしております。はい、そしてね、川口商会さんの特選マットでございます。こちらはね、僕がクワガタの卵をね、まあ主に、管理するときに使っております。やっぱね、クワガタの卵をですね、採卵して、マットとかで管理する場合って、結構ね、種類限られると思うんですよ。まあ、本当は産卵セットに使ったマット使った方がいいんですけど、二股とかになるとですね、産卵セットからマットいちいち取れないので、で、だから、まあ、卵をね、管理できるよって歌ってある、このね、クワガタやマットを使っております。まあ、だからね、うちの二股クワガタとか採卵したクワガタに関しては、まあ、全部ね、基本的にこれで卵管理してるんで、まあ、多分これを混ぜることでね、拒食も起こりにくいんじゃないかななんてね、勝手に思ったりもしております。まあ、あとは、まあ、栄養価はね、それなりに入ってるみたいなんですけど、そこまで多くもなく、まあ、卵を管理できるほど、優しいね、マットになっておるはずでございます。いや、いいよね。これだけでもいいんじゃないかなって僕思うんですけど、なんかね、話によると劣化も早いよとか、まあ、いろいろまあ、でもカブトマットの方が劣化早いんじゃないかなとか、いろいろまあ、あるんですけど、まあ、ちょっとね、混ぜて使ってみてる分で、割とね、まあ、調子悪くないんじゃないかなと思うんで、正直ね、水分の量だと思います。水分を加水しすぎたりとか、まあ、密閉したね、プリンカップで使っちゃったりすると、やっぱね、劣化も早いんだと思うんで、まあ、その辺はね、自分の環境と合わせてね、調整がいるんじゃないかなと思います。で、まあ、あとはね、やっぱりね、こう、混ぜる人いないでしょ、なかなか。多分ね、周りに混ぜてる人多分なかなかほぼほぼいないんですよ。で、マットの種類増えるの僕ちょっと嫌で、やっぱ同じマット使い続けたいんですね、基本的に。っていうのもあってね、今回は、このマットのね、混ぜ混ぜマットの紹介ですね。で、本当はね、もっと大量に飼うのであればね、飼育するのであれば、もう MD クワガタマット1本でやってみたりとかもしてみたいなとも思ってるんで、またね、その辺気になる方ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。いや、これだと多分ね、まあ、虹色もしっかり育ってるんで、まあ、虹色に関してはね、もう何でも育つんですよ、正直。菌糸でも大きくなるし、カブトマットでもね、普通に育つみたいなんで、まあ、そこまでする必要ないんですけど、今回はね、二股ですね、主に。ちょっと正直ね、グラウトコクワもこれでやりたいなと思ったんですけど、やっぱね、菌糸の方が良さそうなんで、そういう種類に関しては菌糸使います。で、二股もやっぱりね、あんまり初霊ちゃんで入れちゃうとやっぱ落ちる子もたまにいるよね、みたいな話も聞いたんで、まあ、菌糸もね、ちょっと近年ね、やっぱ入手しづらかったりもするんですよ。でね、やっぱね、気になるのはなんですけど、僕、こうやってね、YouTube で動画でね、いろいろ僕がやってること発信してるんで、なるべくね、手に入りづらいものって、あんまり使いたくないんですよ。っていうのも、やっぱりね、ブリーダーさんの中では、あんまり紹介してほしくないって話もね、ちょいちょいあります。例えばね、生オガ系のマットなんかそうなんですけど、やっぱ生オガマットって一言で言ってもですね、かなり種類限られるわけですよ。この日本の中にクワガタ用の生オガマットって言われても、多分ね、数十種類はないんじゃないかな。多分数十種類はないと思うんで、そう紹介してしまうとですね、まあ品数が減ったりとか、
安定してね供給ができなくなっちゃうと僕も困るわけです。はい、欲しい時にないのって困るんで、なんであんまりねそういう珍しいマット、みんなが使わないような希少なマットとか、まあ、希少な菌糸ってねちょっと動画では使いにくいわけですね。僕動画してるんで、まあ、もし使う場合はあんまりこうインフルエンスしないようにはしようと思うんですけど、やっぱね入手が簡単で、やっぱ通販だったりとか、まあ、どこでもね簡単に揃うものをねやっぱり皆さんに工夫してねうまく使っていただけたらなと思っております。だからね、正直手に入るのであれば、実績のある、ちょっといいマットとか、まあ、いい菌糸とか基本使ってください。僕はそう思います。僕はそっちが正解だと思います。僕は動画してる関係で、まあ、あんまりね、こう、珍しいものとか、すぐ品切れになっちゃうものっていうのは、あんまりこう、アナウンスしたくないんですよ、正直。うん。なかったですよとかっていうのもあれだし、お前買ってんじゃんって言われるのもあれなんでですね、僕は僕なりに工夫してね、うまく上手にね、立派に育てていきたいと思っております。で、やっぱりね、マットの話って YouTube 上でするのちょっとやっぱ難しいんですよ。これ僕正直言わせてもらうんですけど、僕もね、登録者数増えてきてまして、で、まあいろんな種類やってるんでね、いろんなブリーダーさんの話も聞きます、正直。僕の YouTube 見てくれてる人じゃなくて、まあ、実際にブリーダーとして結構ね、いろんな種類に手出して楽しんでる人たちの話も聞くんですけど、やっぱね、マットって品切れしちゃうんすよ。菌糸とかと一緒で。なんでね、僕もね、紹介したいものはたくさんあるんですよ。で、使いたいものもたくさんあります、正直。これいいよって言われてるもん片っ端からはっきり言って使いたいんですけど、まあ、そうしてしまうとね、YouTube でもちょっと言いにくかったりもしますし、実際やっぱり品切れすると僕が怒られちゃうんですよね。僕が普及させてしまうとですね、今までこの教えてくれた人とかにも、やっぱ迷惑かかっちゃうんですよ。そうなんだと思って、まあ一回使ってね、まあそれがどんなもんか使ってみて、まあ似たようなマットが作れるみたいなのを、やっぱ基本的にはそっち側をね、大切に発信していきたいと思うんで、話を聞いてみて、まあそれにね、近づけるような、まあマットブレンドしてみたりとか、まあそういう感じのね、動画どんどん出していきたいなと思っております。このクワ株業界をね、支えてるのって、やっぱりブリーダーさんなんですよ。ヤガヒのね、入手っていう面に関してもいろいろありますけど、やっぱね、高い生態、もうものすごい希少な生態を増やしてくれてるブリーダーさんが基本のベースだと思うんですね、僕は。この業界は。なんで、まあ、動画発信している身としてね、まあ、そういう人たちの迷惑をかけたくないなという思いでございます。まあ、だからぜひね、僕の動画を見てくれてる人たちは、もうマットとか、まあ、菌糸とかも含めてですけど、まあ、自分でね、希少なすごいいいよって言われてるようなマットとか菌糸を目指してね、自分でマットブレンドしてみたりとか、まあ、なんか添加剤加えてみたりとか、まあ、してね、楽しんでほしいなと思っております。どうかな？いい感じになってきたんじゃないでしょうか？わかるかな？この見た目。ね、どっちかっていうと、もうね、オガっぽい感じで、まあ、オガっていうか、この、朽木のね、混ざった感じで、クワガタ用マットっぽい感じになってきたんじゃないかなと思います。で、デプロの時はですね、加水してたんですけど、MD マットね、加水いらないかな、これ。ちょっと入れましょうか。まあ、約18リッターぐらいなんですけど、300ぐらいにしとこうかな。基本的にね、さっきの川口商会さんのマットは加水しなくていいよっていう謳い文句でね、売られてるマットなんで、まあ、あっちのクワガタマットに関しては、まあ、多分加水はいらないんですけど、この MD マットはね、ヘラクレスじゃない時は若干加水するんでね、僕もそんな感じで使ってるんで、今日はその感じで使いましょうか。はい、加水していい感じになったんじゃないでしょうか。ちょっと加水しすぎた感があるね。難しいなぁ。ちょっと加水しすぎたような気もするけど、これでいきましょう。で、今日ね、詰めていくボトル、こちら、ダダダダダーン。はい。ちっちゃいでしょ。500ですね。これはね、ブリーダーズファームさんで購入しました、パイルキャップボトルの 500cc でございます。これね、非常に高いです。500にもかかわらずね、1個150円とか160円とかするんでですね。正直、洗って使わない方、めんどくさい、洗い物めんどくさいなって思ってる方は、僕ね、プリンカップをおすすめします。で、プリンカップね、430とか、まあ、860ぐらいまではね、容量があるんでですね。それをね、使った方が僕はね、基本的にいいんじゃないかなと思っております。まあ、こう、羽化させるわけじゃないので、僕に関しては。まあ、ただ僕はちっちゃいクワガタとか、ちっちゃいカブトムシもやってるんで、まあ、それに使う用の基本的にはボトルです。でね、なんでね、プリカがいいってね、プリカ出しやすいんすよ。プリカめちゃくちゃ出しやすいんですよ。スポンって抜けるんで。
さなぎにねする場合は、まあ、硬い方がいい時は多いんでボトルいいと思うんですけど、羽化させない場合、まあ僕今回これ一回マット交換するときに800に次すると思うんですよ多分。なんでその場合ね、正直プリンカップの方がいいです。で僕プリンカップちょっと用意してないんで今日はボトルにするんですけど、まあその辺のね用品選びもやっぱ皆さんねいろいろ各々あると思うんですけど、僕はね羽化させるならば基本プリンカップじゃなくてボトルの方がやっぱこう詰めやすいんでね、マットがクワガタに関して特になんですけど、マットが詰めやすいんで、その辺はねなんか自分なりに工夫してるという感じですね。はい、ということでね、こんな感じで軽く詰めますね。もうとりあえず詰めたらもう下には崩れないぐらいの感じで詰めていきます。で今回に関してはね、まあ、ここで動画を終わりにしようと思います。まあ、こうやってね、ブレンドすることで、まあ、オリジナルマット的なものをね、作ってですね、まあ、いろいろ試してみたりして、で、まあ、幼虫ちゃんの調子が良ければね、なんかちょっと分量変えてみたりとか、今度はね、最初に使ったマットの片方だけにね、締めしてみたりとか、まあ、分量変えてみたりしてね、幼虫ちゃんの様子を見ながらね、僕も調整していきたいと思います。当分ね、多分、二股に関しては、まあ、うちムニスデッチ二股たくさん孵化してきてるんですけど、それに関しては3例まで、まあ、約2ヶ月ぐらいかな。2、3ヶ月ぐらい。孵化から3ヶ月ぐらいまでは、この500のボトルで飼育しようかなと思っております。もしね、途中で調子悪かったりしたら、また禁止とかね、その辺も考えていかなきゃいけないんで、まあ、またその時はね、動画にするかもしれないです。まあ、ただ一つね、案としてね、こうやってブレンドマットを作ることで、まあ、オリジナル性を高めて、まあ、よりね、いろんな種類をカバーできるようなマットを自分で作れるようにすると、まあ、品切れだったりとかに対応できてね、すごいんじゃないかなと思います。やっぱね、安定して同じマット使ってるってのは基本だと思うんですよ、僕は。やっぱ生き物にとっても、やっぱさっきまでね、あれ、マット交換したら全然マット違うんだけど、多分良くないと思うんですよ、多分ね。わかんないけど。うん。で、やっぱり元々あったところのバクテリアとかね、糞とか入れたりする方も多いので、やっぱ、そういう面に関しても、なるべくね、安定したマットを使っていければな、と思っております。ということでね、今日の動画は、クワガタマットとカブトマット、混ぜてみたでございました。まあ、混ぜてみるとね、いろんな種類に、まあ、対応できるんじゃないかな、みたいな、なんかそんなね、希望的観測も入っちゃってますけど、もしよかったらね、何か飼育のヒントにでもしてみていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいんじゃないの？